サブちゃんです。はい、はい、ゆうきゃんはこの間、はい、一度死にましたこれはマジ東京リベンジャーズ、これはマジで一回死んだんだタイムリープマジで本当に本当に死んだの。いや、なんかね、ホテルメカ好きってディーパーかホテル三日月っていうところがあるんだけど、まあプール行ってプールからまあ温泉にそのまま入れるよみたいな感じのとこなんだけど、まあプール終わってまあ温泉入ろうと思って温泉入って、まあ内風呂のなんか体ツルツルになるお湯みたいなのがあるんですよ、三日月湯って。でそれ入って、あ、体ツルツルだ、嬉しいなと思って、まあ人も少なかったし、まあ露天でも行くかと思って露天行って、なんかね、こう川みたいなのが流れてて、露天の中にね、こう人工の川みたいな。で、そこになんか岩がこう、石みたいなのがこう敷き詰まってて、なんか足つぼみたいにできますよ、みたいな。で、やって、足つぼか、みたいな。でもちょっと一人で入ってみて、あ、痛えわーって思って、こう、足を抜けたところで滑って、転んで、頭から打って全裸で、もうなんかああいう時ってなんかあんま本当ガチで死にそうな時って声って出ないんだなっていう、あっていう、そうは慣れなすってんごろりして、で、まあ、周りの人ももうそんな小さい声でなんか子供が溺れる時みたいな感じでなんか誰も気づいてくんないわけ、まあ、誰も気づいてくんない、誰も心配してくんないし、で、なんかでもそのさこけて、でもこの髪が長いから、うん、温泉入る時って髪を後ろにくくって、うん、こう巻いて、うん、ここでこう、うん、お団子してる状態なんだよ、うん、でここのおかげで頭クッションになって、うん、助かったんだけど頭を打って死ぬのは、うん、なんだけどもうこうここがクッションになることによってコーンっていくやん、うん、でここにもう大技大青技もうすごい大きさの大青技できて、こんなんだって思ってたって、確かに。もう本当にマジでこのショック以上のショックがここに来てたと思うと、マジで本当に死んでたなと思って、だから人類みんなね、温泉行くときはねロン毛にしといた方がいい、そういうことじゃない、マジでこれショートだったら死んでた本当に。そんなでもレベルの衝撃ってことか、うん、あ、死んだと思ったもうすっごいゆっくりだった落ちていくとき。それはどうなったん結局、うん、結局な、まあ、その日は青技でにはなってなくて、そうわすっげー打ったわみたいな、マジで死んだかと思ったと思いながら、うん、でもなんかこう私が転んでさこう起き上がろうとしてるときにさ、上の階段から降りてきたお姉さんは私のことをいない一本の顔してそれで、あ、なんか人間ってなんかあんまり優しいもんじゃないんだなと思って、うん、もう泣きながら温泉使って、その後、うん、まあ青ざくもなってなかったからでも、もう死んだと思って、もう死んだ、死んじゃったんだなって言いながら一人で温泉使って泣きながら温泉使って出たら足も血まみれになってて、うん、もう死んじゃったんだな泣きながら脱衣所で足に絆創膏を貼ってそうで次の日になったらもうここやっぱり青くなってて、存在や、癒されに行ってんのに血まみれになってたのがすぐだろそうなんだよ、散々なはずなのにさ、その日ちょっとほんと散々だったな、前な、すっごい楽しみにしてたのに、うん、なんかずっと千原ジュニアさんがさ、ホテル三日月竜宮城はマジで竜宮城だったみたいな言ってて、ずっと行きたいって思ってて、やっと行けたと思ったのに、うん、そこが墓場になるとこやった温泉で頭打って死ぬのはかっこ悪いな、うん、めっちゃ足元気をつけてたんだよ、もうなんか滑るので気をつけてくださいみたいな書いてあってさ、めっちゃ滑るからな、うん、想像を超えた、そんな手箱だったってやけど、それがでも頭から打つとかあるかな、絶対つかへん、だって手箱とか後ろ行ったら、俺はだってそこでスケボーでこけた時思いっきり後ろ行ったもん、うん、それは俺はケツだったけど、うん、勢いがすごいんか、もう、うん、やっぱもうさ、こうなってるから受け身を取るとかいうもう概念もないもう受け身とかじゃないんや、受け身とかじゃない、多分俺は90度行ったからケツから行ったけど、ユーキャンの場合180度行ったから、でも足が浮いてんだよね見てみたい、どうなった見てみたい、本当に本当だから、これから温泉行く方とか本当に気をつけてください、マジで死ぬ可能性ある、もう今はちょっともうね、良くなってきて、なったちょっと青いけどまだ
まだちょっと甘いけど、もう一生や、一生です、うん、いやでも治る感じ、周りももう黄色くなってるし。あ、そうね、大丈夫だけど、もう本当にずっと痛い。なるほどね、ちょっと気をつけなか、はい、気をつけてください、いつ死ぬかわからないので。私ももう一度死んだ命だと思って、これから生きていく。まあ何でもできるやん。そうだよ、だから足立が前さ、なんか死ぬかと思った瞬間みたいな話をしてるときに、私マジ一回もないわって言ってたけど、できました、今回できましたので、これから武勇伝が、そう、これからこれを使ってやる、語れるやん。恥ずかしさ露天やけどな、完全に。はい、はい、っていう感じです。気をつけてください。武勇伝ってのは何だろう。武勇伝は怒れる話怒れない